サツキはきっと僕を恨んでたと思う。お母さん、今まで一度もお父さんの悪口言わなかったし、そんなこと…でも、恨んでなきゃ家を燃やしたりなんかしないよ。何言ってるの？お母さんがわざと火をつけたって思ってるの？見たんだよ、防犯カメラの映像を。それに、あの頃サツキは不満があったようで、家を出たい、あんな家なくなればっていつも言ってたって。嘘でしょ、そんなデタラメ誰が。マキコが連絡が遅くなったのは、いろいろと今後のことを考えるべきだと思って。そうだよね。じゃあやっぱりお母さんのニットあったの？お待たせしました、レモンパイ。レモンパイ、おいしそう。私もそれ頼もうかな。久しぶりね、ゆずちゃん。ゆずちゃん、私のブログ読んでくれてるんですって？これね、多分私が昔持ってたニットが映り込んだんだと思うの。だからゆずちゃんが持ってるニットとは別物よ。なんでそんなこと。こんばんは。え？山内さん。ずいぶん散らかってるね。もう長いこと帰ってないんでしょ？昔からあんまり家にいなかったもんね。アンツか。そうだよ、お父さん。マキコからサツキはずっと御手洗家を恨んでたって聞いて、最初はまさかと思ったけど、あの防犯カメラの映像を見たらもうそうとしか思えなくて。だからどうしてあの映像を警察に渡さなかったの？初動捜査の段階で放火の可能性もあるって話が。いや、でもサツキが事情を話して、もっとちゃんと調べてもらえばよかったじゃん。そんな警察なんていろいろ嗅ぎ回られたら俺のイメージが悪くなっちゃうだろ。お父さん。マキコは私にはもったいないくらいの素敵な妻です。自分の仕事もあるのに、いつも私のために美味しい料理を作ってくれて、いい家を整えてくれて、本当に感謝しています。今後は私がマキコを支えていきます。それが全てです。どうか皆様ご理解のほどよろしくお願いいたします。本人流出はガセットにご主人様の合意ということですか？あの人全部分かった上で。マキコはあんなことを言うはずがありません。それでもマキコを取ったんだよ。ちょっと待ってください。マキコもう一言だけ。私たちまたあの人に捨てられたんだ。